被災地千葉に寄り添わずステーキ空環境大臣と非難するアホ。千葉県選出の小西博之参議院議員の嫌味満載のツイッター投稿がある。小泉環境大臣は、千葉県の災害ごみの担当大臣だ。被災地の処分できていない災害ごみからは悪臭が発生するなど環境悪化も生じている。また、日本列島は台風17号を受けている。 千葉も雨だ。ニューヨークで高級ステーキ屋に行くなら、せめてお忍びで行くのが被災地をはじめとする国民への思いやりだと思う、国際会議に呼ばれない野党議員の嫉妬丸出しの下品なツイートですな。そうですか。地元選出の小西先生は毎食おにぎり1個とか粗食に徹して千葉に寄り添ってるんですか。ふーん、小西大先生は台風以後、 被災者に寄り添ってエアコンのない部屋で携帯も使わず水だけの生活なんでしょうね。尊敬します。次の選挙も圧勝ですね。最近も赤坂あたりに出没していたとかも、あれは影武者ですか。とにかく品格低い特定野党の議員さんの常で、ネタミソネミ恨みをあらわにして政権批判に結びつけたがる。災害対応そっちのけで、 災害を利用した政権批判しかおのおにない様子だ。千葉県の被災者は自分たちが災害修復に大笑わ,わで、環境大臣様がどこで何をうまそうに食べたとかなんぞ妬ましく思う暇などありはしない。聖魂込めて目の前のことに専念している。品のない地元選出議員の好き勝手な政権批判に、 自分たちが思いもしないことを引き合いに出されて帰って迷惑しているはずだ。小西某議員は毎度、減らず口を叩くことで有名らしい。安保法制が通ったら亡命するとか、先日も一般人への訴訟発言で貧粛を買ったばかりだ。ご本人のツイッターへの返信が笑いを誘う。小西先生、いつも安定した政府批判お疲れ様です。 小西先生みたいな方がいてくださるから日本国の平和が保たれるのです。いつまでもお元気で安定した政府批判よろしくお願いします。なんなわけないやろ、母。このツイートは現地からですよね。元総務官僚だった人間だ、いくら貧弱な野党人といえども、もう少しし座低く、視野広く、国政に当たられたい。